これは盛り付けできているんですが、わかるでしょうか。これガラス、ギアマンのガラスといって手作りのガラスだそうです。ちょっと失礼ですが、ちょうどここの部分よく見るとくぼんでるんですよね。で、こうちょっと見にくいのですが、ここもこういうふうに、ちょっと見にくいですかね、これ、ここもこの部分とかこの部分は、この部分もこういうふうに手作りのガラスになってて、日本ではもう作れないそうです。どこで頼んでも作られないそうです。で、まあ、これも、松の正目の廊下だそうです。松の正目でこの継ぎ方も結構変わった継ぎ方がしてあります。で、普通こういうような角っていうのは柱があるはずなんですが、これも柱がなく、これガラス戸で、上で吊ってるんですよね、柱を。これね、で、この天井も山桜の木で作った天井だそうです。